サンケイスポーツ杯争奪戦優勝馬場芳也選手のご登場です。大きな拍手よろしくお願いいたします。では優勝した馬場芳也選手に改めてお話を伺いたいと思います。優勝馬場芳也選手です。皆様もう一度大きな拍手お願いいたします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日はちょっと昨日より風が強い状態ではありましたが、はい、船足、コンディションというのは昨日とはそんなに変わりませんでしたか？ちょっと回転を外してた感じはありましたけど、はい、まあでもインが有利な徳山なんで、そこだけを頼りにレースしました。はいはい、スタートは1人だけゼロ台スタートでした。勘と見え方はどうでした？まあ、展示でいい感じで全速で行けたんで、はい、まあ、その感じよりは少し遅らした感じやったんで、まあ、入ってると思って行ってました。はい、今年早くも V2 でございます。はい、調子いいですね本当に。そうですね、はい、今までで一番いいリズムなんで、はいはい、まあ、このリズムをキープしていきたいです。昨年はチャレンジカップの優勝、そしてグランプリでも大いにファンを沸かせる走りとなりました。あのチャレンジカップの優勝、そしてグランプリを経験して、何かレーサーとして馬場選手のご自身の中で変わった点とか、ここが何でしょうね、強くなったといいますか、なんか変化した点というのはありましたか？まあ、気持ちの面がだいぶ強くなりましたね。はい、そこが多分一番大きいと思います。はい、まあ、少々のことでは動じないプレッシャーハートになってきたかなっていう感じですか？そうですね、あのチャレン SG の優勝戦と、まあ、グランプリの舞台を経験して、本当に心が強くなったと思うんで、はい、あの改めてあのボートって結構メンタルが重要な競技なんだなと思いましたね。はい、さあまだまだ今年の戦いは始まったばかりでございます。この後記念戦線、そして3月には大舞台も控えています。ファンの皆様に意気込みを一言お願いします。はい、昨年、まあ、グランプリに出場して、まぐれと言われないように、またあの舞台に行けるように頑張ってますんで、これからも精一杯集中していいレースして、ファンの皆様に、楽しんでもらえるレースを心がけます。これからもご声援お願いします。はい、ありがとうございます。馬場芳也選手に少しお話を伺いました。それではここからは優勝選手の表彰を行いたいと思います。馬場芳也選手には賞状と優勝トロフィーが贈られます。プレゼンターはサンケイスポーツ営業局局次長河合健二様より授与されます。河合様、ご登壇よろしくお願いいたします。おめでとうございました。はい、まずは馬場選手に賞状の授与でございます。続いて優勝トロフィーの授与です。おめでとうございました。おめでとうございます。以上で優勝選手の表彰を終わります。河合様、ありがとうございました。さあそれではここからは優勝しました馬場選手の雄姿をどうぞお納めいただきたいと思います。ここから写真撮影に入ります。ご希望の方どうぞステージの前にお集まりください。チャレンジカップ V、 そしてグランプリでも大いに水面を沸かせてくれました。今年早くも V2 です。勢いはまさに右肩上がりうなぎ上りであります。その勢い今年もノンストップです。2019年に入っても快調な滑り出し馬場選手、その馬場選手のご勇姿どうぞお納めいただきたいと思います。さあよろしいでしょうか。では写真撮影は、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。写真撮影これまでにしたいと思います。さあこの後も戦い続きますし、今後それでは徳山に来た時の抱負も含めてもう一言だけください。お願いします。徳山、さらに好きになったんで、また来た時は優勝だけ目指して頑張ります。これからもご声援お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。馬場芳也選手でございました。それでは優勝しました馬場選手、これにて退場となります。大きな拍手でお送りください。馬場芳也選手の退場です。